こんにちは、車椅子トラベラーのみよちです。今回は僕の大好きなとんかつにチャレンジしていきたいと思います。初めての揚げ物なのでちょっと緊張しています。では早速調理していきましょう。厚切りの豚ロース肉を2枚用意しました。今やっている作業は筋切りと言います。これは脂身の部分と赤身の部分に筋があるので、しっかり切っておかないと揚げた時に丸まってしまったり形がいびつになってしまうんですよ。なので手間ではあるんですが、手を抜かずにやっていきましょう。はい、次の作業はお肉を叩いちゃいます。これはなぜかというと、お肉を叩くことによって肉の繊維を壊します。これをすることによってお肉の食感が非常に柔らかくなるんですよね。ただこのセラミック包丁があまりにも薄すぎて、叩いてこう伸びてる感じがしないんですよね。果たして効果はあったのかな。そして次は味付けをしていきます。まずは塩コショウをさーっと振っていきますよ。表面を振ったら同様に裏面も振っていきましょう。筋切りを忘れていましたね。ハイスピードでお届けしています。で、味付けをしましたら、今度は僕の大好きなウユニ塩湖の塩を振っていきましょう。次は小麦粉ですね。いきなりブワッとかかってしまった。本当はこう薄くパラパラとかけたかったんですけどね、せっかくあの小麦粉のかける時のこし器っていうんですかね、購入したんですよ。なのですが、あんまり意味をなしていない。苦し紛れではありますが、クッキングペーパーで薄く伸ばしていきます。裏面も同様に小麦粉をかけてペーパーで伸ばしていきます。一応こんな感じになりましたけどね、何が正解かはわからないので、これでよしとしましょうか。だって男飯ですから。はい、次は溶き卵とパン粉をつける作業に移っていきます。今回ね、生パン粉っていうものを買ってみたんですけど、なんかこんな塊になってるんですよ。これどういうことってなりましたね。僕の中ではあのシャカシャカなパン粉のイメージだったんですが、生パン粉はそうではなかったのか。奥が深い。なのでこうやって指で一つ一つこう細かくしていったんですよね。この作業何気に大変でしたね。そして卵をぐるぐると溶いていく。そしてトレーの上に卵を広げて、お肉をフォークで豪快に刺してべっとりと卵につけていきます。絡ませて絡ませてパン粉にのせていきます。はい、パン粉をつける作業なんですけど、僕多分生まれて初めてやったんですが、こんなにつきが悪いんだっていうような印象でしたね。なんかもうごっつり付着して、もう1回で OK なのかなと思ったら、全然つきが悪くて何回も何回もやり直しましたね。はい、下ごしらえになんだかんだ1時間ぐらいかけてやっと揚げる作業に入ります。オリーブオイルをごっつりと入れていきます。今回はエクストラバージンオイルとピュアオイルをブレンドしてみました。特に意味はありません。今回は2度揚げをする予定なので、最初は160度ぐらいで様子を見ます。油の温度が温まったかのチェックは、パン粉をちょこっと入れてもシュワーっと揚がる感じになればもう頃合いかなと思います。はい、ではお肉の投入です。いい音ですね。そしてオイルシールドの出番だ。これ100均で見て一目惚れして買ったんですけど、あの油跳ねをしっかり抑えてくれるんですが、だけど水蒸気はちゃんと上に逃がしてくれるんですね。そして2枚目の投入だ。油が足の上にブシャー。
この時の僕は正直言ってテンパっていました。僕はまず何から手をつけていいかわからなかった。とりあえずトンカツをひっくり返していく。ああ、こうやって迷ってる間にトンカツはどんどん焦げていたのだ。仕方ない、仕方ない。慎重にひっくり返していく。案の定焦げている。この後は温度を下げてゆっくりと3分ぐらい上げていきます。この間に足のチェックを行いました。無事でした。足に特に火傷の跡はありませんでした。危なかった。またしてもゆっくりとひっくり返しまして、あ、こちらはいい色ですね。やはり最初はちょっと低温からやった方が良かったですね。学び。最終調整をしてお肉を引き上げていきます。油が常に垂れているので丁寧に丁寧に運んでいきます。で、あまりにも丁寧すぎてですね、僕の肘がカメラに終わった。熱々の油の中に僕の iPhone 11 Pro Max が入っていなかった。フライパンの縁でギリギリ止まっていた。そして僕はほぼ同時刻に僕の脳内に緊急事態宣言を発令。不要不急の場を除き、揚げ物料理の撮影を控えましょうということを心に誓ったのだ。なので今から流れるこの二度揚げの動画に関してはただの幻だと思って見逃してはいただけないだろうか。そしてそんな甘い考えを持った僕に早速天罰が訪れた。第2波である。今回は先ほどの反省をもとに足を引っ込めていたので特に何の影響もなかったが、僕は心の底から反省し、そして改めて誓い直した。揚げ物の撮影を控えるではなく禁止するということを。はい、そして出来上がりました。長く苦しい戦いでした。ではカットしていきます。思いのほかカットした時のサクサク音が聞こえなくてショックを受けました。でもいいんです。あとは美味しく出来上がっていることをただ祈ることしか僕にはできません。いい色に仕上がりましたね。うっすらとピンクで食欲をそそられます。はい、終わってみればとても美しく仕上がりましたね。パン粉が若干少ない感じもしますが、それもまた愛おしく思えますね。それでは実食です。いただきます。今回とんかつにかけるのは先ほども使用したウユニ塩湖の塩。とんかつ屋さんに行った際はそのお店のオリジナルソースを使いますが、お家で食べるときはもう塩一択ですね。なぜならばソースを使ってしまうとちょっとそのソースの味に持っていかれて本来のお肉の甘みなどがちょっと感じにくくなってしまうんですよね。まあどの舌の持ち主が何を言ってるんだっていう話なんですけどね。はい、お塩をかけ終わりましたのでついに実食した。あ、その前に皆様にお見せしていきますよ。ちょっと今回も重量級ですね。いかがですか。今回のこだわりポイントは1枚だけ肉の断面を見せているところとお肉の下に敷いてある鉄の網のようなものですね。これがあるだけでなんかそれっぽいですよね。さて精神を集中していただきます。肉の断面のところから一口でいっちゃう。味はどうだ。美味しそうだ。しっかり咀嚼して目を閉じて五感をすべて味覚に集中していく。そこから大好きなご飯と合流して合流をしていく。
この瞬間が本当に幸せなんですよね。そして今日起きた出来事を白目になりながら振り返っていきます。このとんかつチャレンジは正直言うと反省の連続でした。僕は慢心していたのかもしれません。おごりがあったのかもしれません。とある言葉を思い出しました。水を知る者は水に溺る、水によく慣れた者は油断して溺れることがあるということ、人は得意とすることでも失敗するという例えの言葉ですね。僕は大した経験もないくせに何回かの料理動画を作ったことによって得意げになってこのぐらい余裕だろうって勘違いしていたんです。人生の師匠にあれだけおごるなよと言われたのに忘れてしまっていたんですね。おごる平家は久しからず、まあ、若干意味合いは違いますが、思い上がった振る舞いをする者は結局長く栄えることはないというようなことですね。はい、今回も大変貴重な学びとなりました。今後もより一層精進して生きてまいります。いつも応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。今後とも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。食事中のシーンで大変恐縮ではございますが、また次回の動画でお会いできればと思います。では失礼いたします。